まあクロノグラフをやると言ってたので、まず第1弾ですけれども、まあ古い順からやろうかなと思ってたんですけれども、まあまず好きな時計を一つ出します。一つというかこれ二つ持ってるんですけれども、ユール・ヤーゲンセンっていう時計メーカーですね。まああんまり有名じゃないんでどうなんでしょうね。ただし、この時計はですね、バルジュの88という機械が入ってます。まあ88っていうのはバルジュの72が3つ目のクロノグラフで、 72C とか730がトリプルカレンダーがそれにつくんですけれども、88はそれにさらに、ムーンフェーズがつきます。まあユニバーサルのトライコンパックスっていうんですけど、英語ではトリコ、日本ではトリコンって言いますけど、まあ、トライコンパックスと並んで、まあ規制ムーブメントでは一番複雑な部類に入る、ムーブですね。まあこのムーブもごくごく一部のメーカーしか取り扱ってなかったですけれども、ですんでパテクフィリップなんかの同じ形状の時計はバルジュの22とか23を使ってそれに自社で組み上げていくんですけれども、まあ実はあのバルジュにはこの88という、まあ、スペシャルな機械もあったんですね。ですんでまあこれを使って、時計に組み上げてたメーカーがいくつかありますね。でこの時計の、まあ、もう一つ好きなところはあのケースがですね、一応あの防水ケースになってますね。スクリューバック式で、まあ、完全な防水とはいかないかもしれないですけども、かなりこう丈夫なケース、防塵ももちろん含まれてますし、このしっかりしたケースで、まあ、時計の大きさ自体もちょっと大きいですね。今の時代に合ってるというか。で、これはあまりにも好きなもんで、2つ所有してます。まあ、1個は、まあ、普段使いにいいかなと思って。で、もう1個はまあ、コレクション用に取っとこうかなと思って2つ持っているんですけれども。で、なかなかですね、これに合うバンドがですね、まあ、金属バンドですよね、なかなかなくて、元は何のバンドついてたかわかんないんですけれども、まあ、今は、この1つが、これフランク・ミューラー、フランク・ミューラーのバンドつけてますね。もう一つはカルティエのバンドつけてますけど、なかなかこの20ミリでこの湾曲している、フランク・ミューラーなんかちょっと湾曲しているのがあったんでつけていましたけど、ちょうどこれが合いましたね、フランク・ミューラー。はい、まあ横にプッシャーがついてて調整ができる。こっちの方のが、まあ、保管用に持ってるやつですけど、こっちの方が状態いいですよね。あの、ヘアラインもきれいに出てますし。だこっちは、まあ、保管用に持ってます。こっちが、まあ、普段使ってもいいかなと。夏場使ってたんですけど、結構このクロコダイルのこの、マット仕様になってるんですけど、結構これが、あの、汗で、なんかあんま状態良くなくなってきちゃうんで、ちょっと夏はあんま使えないのかなと思ってますけどね、黒子。まあ本当はこれに合った、金属ブレスが欲しいんですけど、なんせこの形状はですね、非常に難しい形状で、何回かいろんな挑戦したんです。なかなか今のところ合うのないですね。まあちょっと腕にするとこんな感じですね。してできるかな。こんな感じになりますかね。結構大ぶりな感じになりますね。はい。ユーリアーゲンセンの、多分80年代まで行ってるか、70年代の後半ぐらいの、バルジュの88を使った、トリプルカレンダームーンフェーズクロノグラフですね。ムーンフェーズもですね、お月様、顔ついてますね、これ。なんか後期のやつは顔がついてるとかいう話もありますけど、ちょっとよくわかりませんね。
あ、要するにムーンフェイズの時計は初期40年代ぐらいのは顔がついてないんじゃないかって話がありますけど、僕もちょっとその辺よくわかんないです。これは一応ついてますね、顔が。こっち見るとこっちもわかりやすいか、顔が、お顔さんが入ってるように思うんですけど、はい、今日はクロノグラフ第1弾バルジュの88ですね。